ジャック・ウィルシャーは、イングランドスティーブ・ニッジ出身のサッカー選手。無所属。イングランド代表。ポジションはミッドフィールダー。9歳から、アーセナル FC のアカデミーに所属。2007から08シーズンのリザーブリーグ及び、U、U-18 リーグでは、20試合に出場し15得点という、結果を残した。B チームにおいて、テクニックを全面に押し出したスタイルが評価され、 2008年夏のトップチームのオーストリア遠征にも対等。プレシーズンマッチには全試合に出場し3得点を挙げた。その活躍が認められ16歳という若さで2008から09シーズンのトップチームに昇格。2008年9月13日にはブラックバーンローバーズ FC 戦でクラブ史上最年少でのプレミアリーグデビューを達成。 2008年9月23日のカーリングカップ、シェフィールドユナイテッド FC 戦では、自身のトップチームでの公式戦初ゴールを記録した。バーミンガムシティ FC 戦にて2010年1月、ボルトンワンダラーズ FC へ、レンタル移籍。2010年6月に、アーセナルへ復帰し、18歳の若さにして開幕戦の、リバプール FC 戦で、スタメンに名を連ねた。 その後も試合に出場し、チャンピオンズリーグデビューも経験。9月には、アーセナルの月間最優秀選手に選出された。11月27日のアストンビラ FC 戦で、プレミアリーグ初得点を記録。2011年2月16日の、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、FC、バルセロナ戦では93.5%という高い。 パス成功率を記録し、2から1での逆転勝利に貢献。アーセナル公式サイトでは、マン・オブ・ザ・マッチに選出され、キャリアで、最高の夜だと喜びを語った。2011年4月17日には、ピエフェ年間最優秀若手選手賞を受賞した。2011から12シーズンは負傷の影響で前、試合欠場。 ユーロ2012も、怪我の影響で欠場せざるを得ない状態となった。2012から13シーズン、ファンペルシの遺跡で、空番号となった、銃を託された。2012年10月28日の QPR 戦で14、ヶ月ぶりに復帰した。2015から16シーズンは怪我でわずか3試合のみの、出場となった。 2016から17シーズンの2016年8月31日、ボーンマスにレンタル移籍した。大きな怪我もなく、コンスタントに試合に出場していたが、4月15日のトッテナム戦で負傷、4月19日、残りの試合を全休することが明かされた。2017から18シーズンから再びアーセナルへ復帰、リーグ戦では、ベンチ入りしても、 不出場が続き、カップ戦のみに出場していたが、10月22日のエバートン FC 戦で76分より出場し、リーグ戦では、シーズン初出場、以降途中出場が増えた。12月6日、UEFA ヨーロッパリーグの FC バテボリソフ、戦ではゴールを決めると、12月13日のウエストハム、ユナイテッド戦で、リーグ戦、シーズン初先発を果たした。 12月28日のクリスタルパレス戦では、先発から66分に、相手 DF 陣の隙を突く、浮き玉のパスをサンチェスに送り、サンチェスの決勝ゴールをアシストした。1月3日のチェルシー FC 戦にて6試合連続の先発出場を果たし、後半、プレミアリーグでは2年半ぶりとなるゴールを決めてみせた。しかし、シーズン終了後、契約満了により、 アーセナルを退団した。2018年7月9日、ウエストハムユナイテッド FCA3 年契約で加入することが発表された。8月12日リバプール戦でデビューするも、その後怪我の影響で離脱、シーズン終盤に復帰したが、わずか7試合のみの出場となった。2020年10月5日、ウエストハムとの契約を解除、退団した。 2020年12月29日、ウアストハム退団後、無所属であったウィルシャーはかつてローンで加入していた AFC ボーンマスでトレーニングしていることが発表された。2021年1月18日、練習参加していた AFC ボーンマスとシーズン終了までの契約を結んだ。同年5月、プレミアリーグ昇格を逃したボーンマスは、 当初の契約通り契約終了によるウィルシャーの対談を発表した。2021年8月インタビューでどこからも声がかからず無所属のままシーズンが開幕したことについて悲痛な思いを打ち明けた。妻には現役引退の可能性について話したという。9歳になる長男からどうしてどこのクラブもパパを欲しがらないかと聞かれ何と答えれば良いかわからないと語った。 また、子供が同級生からどうして、仕事をしていないのサッカーうまくないのと言われてることに胸を痛めていると明かした。そして、過去の負傷の多さがイメージを悪くしていることから、そのようなイメージをあまり持たれていない、イングランド国外への挑戦を示唆した。同年9月、無所属状態が続く中、選手時代チームメイトであったアーセナルのアルテタ、監督が会見で、 ウィルシャーの支援を表明し本人と話し合いをしたことを明かした。そして、同年10月7日、約3年ぶりに、フルスアーセナルのファーストチームの練習に参加することが発表された。また、コンディション調整だけでなく、コーチングライセンス取得に向けた準備も手助けすると、あるテタが明かした。U-17 欧州選手権には2年続けて、出場。 2009年8月には U-21 イングランド代表にも初選出された。2010FIFA フフワールドカップでは代表に招集されることはなかったが、ワールドカップ後最初の試合となった2010年8月11日のハンガリーとの親善試合に向け A 代表に初招集された。ウィルシャーはこの試合で代表デビューを果たし、以降はコンスタントに代表に招集され、 2014年の FIFA フフワールドカップでも代表入り、グループリーグ初戦イタリア戦で後半から出場、最終戦となったコスタリカ戦では先発出場した。2015年6月14日の UEFA ユーロ2016予選、スロベニア戦で代表初得点を含む2ゴールを挙げた。2016年5月 UEFA ユーロのメンバーに、 選出され、大会でも出場をしたが、プレミアリーグでシーズン中、わずか141分しか試合に出場していない、ウィルシャーが選出されたことに、疑問の声が多く上がり、ロイ・ホジソン監督のウィルシャー選出を揶揄された。UEFA ユーロ2016以降は、代表を遠ざかっていたが、校長を維持していたため、2018年の3月24日と28日の、 フレンドリーマッチに向けたメンバーに選出され、約2年ぶりに代表を復帰したが、怪我でプレーすることができず代表を離脱、2018FIFA ワールドカップメンバーからも外れた。MF として攻守に高い能力と精神力、献身的な姿勢を持っており、アーセン・ベンゲルは、ボールスコールズを思わせると評している。高度なボールテクニックを持つ。決定力、パスセンス。 キープ力などはどれもイングランド人では一級品であり、アーセナルの中でもその才能は際立っている。セスク・ファブレガスは、ウィルシャーのテクニックをスペイン的であると表現した。小柄な体からは想像もできないような、プレミアリーグ特有の激しいプレースタイルにも負けない、当たりの強さを持つ。玉際にも強さを見せ、果敢にスライディングタックルを仕掛ける。ありがとうございます。